こんにちは、こんばんは。今回はスカーレットジェムの植生についての動画です。少し面白い映像が撮影できましたのでご覧ください。というわけで、コリドラスの卵を捕食するスカーレットジェムをご覧いただきました。最後は水流で卵が流されてしまったんですが、かなり執着していた様子から、コリドラスの卵はスカーレットジェムの口に合うようです。コリドラスの卵は2017年のお正月に初めて発見して以降、この水槽では継続的に確認しているんですが、アオコリのペアとアドルフォイとジュリーの生殖行動を目撃しているので、いずれかの卵と思われます。続きまして、スネールを捕食する様子をご覧ください。というわけで、スカーレットジェムの植生に関する映像をご覧いただきました。人工餌になかなか餌付かないスカーレットジェムですが、給餌以外にも水槽内の様々なものを狙う傾向があるようです。人工餌といえば、我が家で普段熱帯魚に与えている餌がこちらのネオプロスなんですが、もともとはスカーレットジェムがこれに餌付いたという話を参見しまして、もともと使っていたテトラキリミンからこちらに変更したという経緯があります。ちなみにこのネオプロスも口にするところは確認できませんでした。スカーレットジェムを購入した際、お店で与えている餌も一緒に購入しました。それがこちらの究極の餌という製品です。お店ではスカーレットジェムにこちらと糸目を与えているそうですが、やはり糸目を中心に食べて、こちらはほとんどスルーしていたそうです。こちらの製品ですが、実は以前に他のお店でもチョコレートグラミーの餌として勧められた記憶がありまして、
気になっていました。かなり粒の細かい顆粒タイプで、粒の大きさは 0.3 ミリほど。こちらを早速試してみました。というわけで、究極の餌を実際に給餌した様子をご覧いただきました。残念ながらスカーレットジェムがこれを捕食する様子は確認できませんでしたが、小型熱帯魚用の餌として優れたもののように感じました。お店の方の話もありましたが、餌をより好む魚や口の小さい魚の給餌にお困りの方は一度試されてみてはいかがでしょうか。今回も長らくのご視聴ありがとうございました。それではまた。